ちこんにちは こんにちはは青です。12月31日大晦日でございます。はい、何してんねんってね。まあサムネ見たらわかんねんけどね暑い、雪降ってんな。今日の宿はこんな感じです。はい、これで新年をこの部屋で過ごしたいと思います。いいな、秘密基地みたい。さあ、ご飯準備しよう。まだ凍ってて、凍ってるからあかんかな。カチンカチンやね。うん、うまい。うまいわ。隣のね、テントがね、鬼滅の刃見てはって、しかもね、音量大きいから、あれや、無限列車編っていうのも分かって、まあ、ええねんけど、その後ね、笑ってはいけないに変わって、もう笑えへんし、でようやくね、10時前になって、テレビじゃないタブレットかな、まあ、ネット配信やと思うけど、ようやく今朝張って静かになりました。もうすぐ7時、朝ね、またね、テレビじゃない、タブレットかな、ガキ使始まった。6時ぐらいからガキ使始まった。しかもね、夜中ね、こっちで、今度は夜、こっちが全然眠くて、ずっと喋り声が聞こえて、めっちゃうるさかった。釣りの話した話すると、キャンプ終わってんな、ほんま。キャンプブーム終わってるわ。はあ、想像していた感じじゃない。聞こえる音、声早いね、朝。キャンプ場の雰囲気を潰すな。チンチンみたいになってる。すんのめっちゃ久しぶりやねんけど、あ、これ楽しいわ、久しぶりに。おい久しぶりにやると楽しいわ。面白かった。お、歌詞がいいね。あ、いいね。FJ クルーザーオーナーズクラブキャンプを開催したいと思いますイエーイで、誰にも告知してへんけど、そうなんですこの間初めてポケモンセンターに行きました。他の方が良かった。
り。ホリディッシュ。めっちゃうまい。ルポーク、ロイヤルポーク。今日の贅沢、ステーキ。おお。じゃーん。肉。あと硬いわ。ちょっと硬いわ、うん。でもキャンプの米って感じ。うん。うま。肉うま。肉。めっちゃうまい。あれ？ステーキ食べたっけ？あ、これか。ステーキ消えたと思った。怖っ。こっちな、こっちきっと池やね。真っ暗で見えへんけど。鹿かな。怖っ。無理。ちびころもち、ちびころもち、ちびころもち。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、うまい。やぶけたわ、これ。ごぼう行って楽しんで終わりなんて、そんなあの野暮なこと、そんなな、おもろないことは僕はしませんよ。誰もやってへんやろこんなこと。はい、スノボー行って、その帰りにそのままキャンプに行くぞー。イエーイ。変態と呼んでください。変態です。しかも積雪結構あるキャンプ場に来ます。雪が柔らかいからピグが打ちにくい。あー、美味しい。なんで寒いのに冷たいもの入れるんやろな。とろろろろろほとる。いえ、トイレ行くだけでも怖っ。マジで、あ、怖っ。トイレ行くの、そこにトイレあんねん。これ渡んの、いや怖いし。
めっちゃ怖いし、怖っ、これはおしっこ漏れそう、怖っ、怖い怖い、ここ除雪しといてや、これ夜は絶対行けへんな。まあ冬キャン、ほんま冬キャン、冬キャン冬キャン、冬キャン最高、冬キャン最高やん。今外0度で中3度、とうとうこの時が来た、おしっこに行きたい、おしっこに行きたい、吊り橋が怖い、漏れる前に行く、うっぷ、夜おしっこ行きたくなったらどうしよう、うっぷ、うっぷ、この橋この橋、うっぷ、怖い怖い怖い、怖すぎちゃうんや。あーうまっ、めっちゃうまいし、つまみ欲しかったわ。僕はネタ的にやるから悪いかもしれへんけど、編集が面白いね、編集が面白いからやっちゃうね。どこが悪かったよ、あの動画の、何や、何やったっけ、隔離生活、隔離生活中に再編集もしたろ。ちょっと寄ってます、おつまみが欲しいです、スイーツが食べたい。6時50分、無事に起きりました。そう、トイレ帰りでございます。お最高、メタセコイア最高、最高です。あれやで、地面路面やったらバイクで来れるわ、滑ることだ、でもな、分からへんねんな、来てみな。楽しい、うー前見えへんし、走ったぶりやわ、ああいうコース走るのは、パジェロぶり。
さんコーヒーいけたわ。いけた。いけ。でも冷たい。なんでやろう、ね、熱湯したのに。なんでやろう、ぬるいぬるい。ほんまや、僕も持ってるけど全然使ってへんわ。ほんまや、ハンモック。どうですか？最高です。最高です。最高です。いいねいいね。一緒にやる。これ YouTube あ、そっか、もはや、もはや、そっか、おいしく焼けました。おいしく焼けました。いや大丈夫です。美味しすぎて肉とご飯食べたかったのに餃子とご飯でご飯なくなってしまう。ごめんごめん。いや美味しかったです。わお、ええなあこの感じ。なんかええとこの家族や。本流や。で集中よ、終わっちゃうわ。ええキャンプ場やった。ハリテラスでございます。9台 FJ9 台やばいね。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。新太郎さんです。新太郎さん、よろしくお願いします。すげえ。FJ10 台。
あんなことになってるわ。ここはちょうどや。なんかもう一人おった。っていうか、体張りユーチューバー。めっちゃ強いの。冷たいやん。体張りユーチューバー来た。全然。でも入れんな。うわー！うわお子ちゃんもいます。では設営の方行きたいと思います。こんばんは。おお、マジや、すごい、すごい、向こうもよだれ出てきたわ。めっちゃうまそう。うわー、ザニクザニクザニク、めっちゃいい匂い。やばいで、うわー、めっちゃいい音。だいぶ煮詰まってきたね。グツグツしてます。うおー、うわええ色してるわ。はい、しげぞうさんおでんです。うん、あったまりそう。いいよっと。いただきます。うまうまい。おはよう。眠たい。ガーン。笑ってくれた。シュールやな。何も持てへんかったから。
嬉しい。なんか使いこなせてへんで。似合うらしい。ありがとう。撮ってるよ。おっち。さあいただきます。その野営。決めた。ここ決まる。うんこ決まる。分かれ。でも分かれ。うんこ決まる。なんか自信満々で披露してくれたけど。なんかやった。これってさ、なんか悪い意味とかないやんな。いやないんちゃうかな。そう、すれ違って手振ってくれたら。手振ってね。今回はですね、このメンバーで出発です。はい、行きますよ、麓っぱらへ行きますよ。やっば。はい、夜中にね、出発しようということで、麓っぱらに向けて走っております。煙出すわ、煙。おい、なんか言うと、南大阪支部のゆうくんから電話かかってます。映るかな映るかな。ほら今から来るそうですよ。終わってるよ。今日のために。じゃーん、ステッカー仲間ですよ。ステッカーだらけ仲間。ほら、すごい。逆はどうなの？あ、これ こっちは発展途上だな。行きたいキャンプ場があったんですよ。で、そのキャンプ場を実は一回予約したんやけど、取れなくて、そのあれかな、キャンパー、関西のキャンパーさんはきっと一回泊まってみたいと思うはずぐらい、きっと有名な、そのあれやで。キャンプ好きな人は泊まりたいと思う。なぜね、上着忘れたから。あと、ダウンのダウンベストは持っていないか。だから何とかしのげるかな。ストーブもあるし、焚き火もあるし。このすごいのを届けたいねんけど、どうやって撮影したらいいの？すごいね。これ。温まったバナナとジャムが絶妙に混ざり合って美味しい。